はい、ということで毛利編続きからやっていきましょう。照らせ照らせ。3戦目ですね。前回は称号を見せて終わったんですけど、ね、でなかなか毛利が難しくてですね、使うのがね、苦戦しておりましたが、あとりあえずパパパッとね、天下統一を終わらせて武器回収していきたいと思います。我の方策に異を唱えるか、それもよかろう。それもよかろう。どこ行こうかな。京都花火祭りは経験10万いんだけど、どうしようかな。花火祭り行きますか、せっかくだし、たまにはね。あ、そっか、上杉マックスじゃないのか。いや、やめときましょう。剣心がタックモードじゃないんで、剣心がマックスだったらタックでお金稼ぎできたんですけど、今回はスルーでいきましょう。あ、どうしようかな。三方ヶ原行きますか。俺三方ヶ原のことずっと三方ヶ原って言ったん。じゃあちょっと収納って使ってみましょうか。できまーす。さあここまで来てくれ、お前と話がしたい。お前と話がしたい。ちょっとちなみにね、今ね昼寝から起きてすぐ動画撮ってます。さあ非常に声が出しづらい。もうちょっと後からやれって思ったんやけども、ちょっとね時間がなくて。来てくれて嬉しいよ。来てくれて嬉しいよ。それじゃあわしとお前力比べといこうか。力比べといこうか。石鹸を許した覚えはない。下がれ。許してー。はい、じゃあちょっと固有技見てみましょうか。興味があるのは中国の政権のみだ。さあなんだこやつらは。ほう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 。行くぞ、敵軍に報いる一死となるまで。伏せるがいい。見たか、勝ちの伝えのみを聞くと言った。なるほど。理解承知。どうなんだろうか。あれはこれ前方。あいつには前方なんだ。前方に焼き焦げをすると。前方に焼くと。応援だけで疲れた。震えてはいないな。今だかつてこれがめっちゃって。いい気合だ。お任せくだされ。深追いするな。わしと戦わずに任せろ。憎しみもまた絆だが、あまりにも寂しいな。ここから近道。お前が絆の敵と思いたくはなかった。我と対等に立ち会えるとは思うまいな。頼んだぞ。いつも通りに展開すればいい。ぎょい。ってみんなよく頑張ってくれた。ありがとう。俺を置いてけ。もう走れねえ。お守りくだされ、ナム八幡大菩薩。オッケー。で、戦うことが来ると勝てんだよな。久しぶりにやってみるか。戦わず突撃せよ。やはり出たか。皆の者、逃げるが勝ちだ。よし、いいか、油断はしたこともなかったな。貴様に興味はない。わしとの一騎打ちで全てを決しない。案ずるな。我らが大将のつま先にも及ばぬ。
俺らには絆がある。負ける気がして。あんたを見たら逃げろって母ちゃんが。この世すべてを悪鬼とすれば、永劫に敵はない。仁王立ちだけで救わせるか。とんでもないな。とりあえず撤退。陣から離れろ。せい。忠勝が本気になっている。これがちょっと待ってよ。相手は強いぞ。人間が対抗できる域を超えてるって。ちょっと打つか。綺麗事と非難されても構わない。この世が綺麗に朗らかに咲くのであれば。どん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 。お、いいじゃない。弱い。怖くてたまらねえのに心が踊る。忠勝様のみ。いや、我らも徳川の一兵を。あ、やば。この地での計画。あたたたたたた。これで終焉か。慌てるな。戦況を報告せよ。興味があるのは中国の政権のみ。豊臣時代を生き抜いた、その知恵のしたたかさよ。皆の者、ここではめる。一つ拙者に任せい。無理無理、どうやっても無理にござる。ここでバサラ技かな。これでいけるんじゃない。思い知るよ。お前がいてこその徳川軍だと。オッケー。おっとっと。でこれで追っ手がなくなると。忠勝にしては珍しいな。でまあ回復しながら。お前は必ず三河の意地を知ることになる。俺一人生き残ったって。であと一回戦わないといけないんで、それも考えつつ、どっかこれ、あ、飛ぶところあったっけ。確か飛び台あったよね。なんか普通に走ってっちゃったけど。ここにあったね。かかる。兵の弱体か。どうやら聞いていたようだな。我が道先の敵兵など先に払っておけ。すみません。ここ無限脇だったっけ。どうだ、これが才能だ。俺じゃねえけど。頼もう、浄土のばあちゃん、念仏を教えて。不利になったらすぐにわしに伝えてくれ。はっ。よう。貴殿と家康様、望む世は同じはず。これは楽しいな、やっぱ。その信念、わしの元まで届かせてみろ。順調です。緊張した。緊張した。撃破500、計算よりもやや早し。逃げるんだ。わしのために死ななくていい。はい。トゥこの世すべてを悪鬼とすれば、永劫に敵はない。この技はね、ガード崩せるからめちゃくちゃいい。
まあガード崩しやすいから属性との相性もいいかもね。そっちとあの辺りか。ワンチャンモーリー全部属性の装具にしようかな。ただの絶望だ。こんな時はそう逃避行だ。いい祭壇なり。地を宿すことは毒でも波のものでは絶えぬ。光属性はガード崩しやすくなるやつですよね。待ってるよね。こっちが先に取るつもりだったんだが。見下された。もうダメだ。我を恐れるか。ならばそれでよい。忠勝も仰天するほどの活躍を見せてくれ。お任せあれ。じゃあ我は忙しい。消えよ消えよ。願わくば羽をください。飛んで逃げるために。もう我慢できねえ。逆襲のお時間だ。死にたくなかったら隊長のそばから離れるなよ。よいしょ。つかねえ、思ってることって、耐えるの英雄狩りでもやらないとなっていう。結構積みゲーが。アトリエシリーズもね、今ね止まってて、一応前回ねライザのトロコンできたんで、あれなんですけど、まだねライザやることがあるんで、今ぞ開かれん。ある程度終わらしてからだなーって思ってるんやけど。あぶねえ。うわマジ。一つも追わせてみせようぞ。落ちるのはちょっと落としてくるのはやめてくんないですか。弱肉強食。よしよし。ならばわしの手で弱気を守ろう。鳥は邪魔なんで倒す。貴様を脅かす要石となってくれよ。オッケーオッケーオッケー。はい、再起動。ピカちゃん。落雷を発生させるだと。動くは雷のように。まさにお前そのものだな。これほどの弱殺に道を委ねるか。よいしょ。理解できん。今のうちに。いてい て, い て, い て, いて。うわ、オスラ、お前が先だろ。よしよしよ。オッケー。あいたいたいた。これで勘弁してくれ。戦す。無理をしたらわしが泣くぞ。しっかりと頼むぞ。信じている。はい。いやお前が行け。俺はやだよ。落ち着け。戦前の誓いを思い出すのだ。よしよし。この下か。ほい。こうきらり。本田忠勝を倒すのは今よ。気をつけろ忠勝。弱点を晒すな。よいしょ。秋毛利の名を知らしめる石台となれ。はい。オッケー。すばら。
HP はクソ減らされたけど。共に太平を支えてくれると誓ったろ。誓ったろ。誓ってまーい。おりゃ二つの地。さて広がるはどちらの時代だろうな。貴様とは気が合わぬ。それだけは分かろう。この一手にて盤面をいてつかせん。困ったらまず笑えばいい。難しくはないさ。今は天下など得ずともよい。300年後のように毛利家は生き返る。生き返る。竹千代様の前にまず俺を斬れ。戦国最強の魂今もこの胸に宿っているぞ。オッケー。これが悪魔導いてくれ。長い穏やかな夜に。はい。あ、飛ばしちゃった。唯一のサムネポイントを。お。よっしゃ、信長がタックできるようになったね。で、次、剣心かな。おー、新たな合戦が勃発。松永かな。どちらを選ぼうと。はい。あ、そこに出る。そこにつづらへん出ます。マジか。しゃあないな。行くしかあらへんな。いい剣士。次、はい。やっぱ軍師系だからまあむずいな。毛利はここ属性にしよう。はい、行きましょう。あ、飛ばしちゃった。普通にそこに出ますか。ややね。なんかしずかだな。つくづく夜とはこうあるべきだ。神の知略に触れ後悔するがよい。消え去れ。で、まあくるくる兵士が出てくるとね。まあ知ってましたよ。なんたる技巧。どれほどの修練を。なんか蚊が飛んでるわ。我が円環の流れを見習うがよい。おかしいな。まだ生き残りがいるのか。良き戦いで。オッケーオッケー。あったな。基地か。まあ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 。さて、しばし茶をたしなむ余裕はありそうだな。六方から囲み、同時に打ちかかるのだ。兵の源を平らとしてみよう。何、戯れだ。昨夜、兵が倒れる夢を見たよ。おそらく正夢だ。はい。何これ。すげえ。拙者にお任せあれ。
なんかモンストの友情コンボみたいな。順調です。緊張した。あ、この輪の中ではもうお疲れした。悪くない。なんかモーハンでいうタッチのさ、円月みたいな。な、まあ、多すぎるな。よし、行こう。みんな、こっからが勝負だ。気合い入れるぞ。俺が生まれた意味、それはここで知ることだ。人間ごまだ。売れるものすべてを傷つける。いでいでいで。はいよ。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。あの方は常に何かを欲しておられる。あれが敵方の要ぞ。好きにさせるな。いいね。時代が求めたお力、違いありません。怯える兵をまとめ、よしよしよし、一丸とする知恵者もなし。いたいたいた。この世で最も強い感情、あの人はそれを司る。貴様らを葬る点、あと数十はある。あたたたた。ああ、スラクラウンだ。それがしと出会った。しわいな。それが貴殿の失策だ。この一手にて盤面をいてつかせん。あれ、陣には当たんないの。これよしよし。どうした諸君、何を嘆いている。良き戦場だ。一人一人が勝利を求めている。五族の共に日蔵ある。見ませい。敵軍が海のごとく叫ばせる。欲界の位置を知っているか。これすごいね、面白い。すぐ隣だよ。よしよし。伏せるがいい。これ素晴らしい。安堵したまえ、期待などしていなかった。あ、これいいね。騒がしい。当たんのかーい。思いに浸る猶予もない。伏せるがいい。すごいな、なんか本当に友情コンボみたい。案ずるな。我らが大将のつま先にも及ばぬ。よしよし、ちょっと待ってね。こういう技、諸府のゲートで我が来れば致命だよ。はいはいはい。我らに名前はないと。我らに名前は。昼の正体を知っているか。そう、少し眩しいだけの夜だ。
この墨色と何ら変わらない。邪魔をするな、我は忙しい。お前は我らを恐れるか。好きに壊し好きに進む、それが我らよ。我らはお前を恐れない。恐れるとすればただ一つ、いや言うまい。取られたか。全軍防衛せよ。撃破500、計算よりもやや早し。お前が決めるのか、善か悪か。健在か、ならば傷つけ。風情を返さぬ剣は、おりゃおりゃおりゃりゃりゃ、誰よりも罪深い。傷ついたか、ならば死ね。貴様を撃つ一手に蜜は利が生じよ。松永様の欲するものは、よしよし、全て優美。次は祭りごとでも覚えるか。死んだか、ならば来世に蘇る。貴殿、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。よしよし、あるしよ。最後までお使いしとうございました。我らは過去を忘れた。その瞳、オッケーオッケー、次なる宝を見つけたのですね。基地か、まあまあまあ、あるいは元からなかった。ケイが壊したいものはそれではないだろう。ケイの弱体か、どうやら聞いていたようだな。そう、奥に待つあの男と同じだ。眼前ではなく勝ち筋の上に塞がってみせる。周囲か、まったく同じ人とも思えぬことだ。松永様の向かう先、どこへでも参ります。いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。一人で舞うのは退屈だ。桂も来たまえ。その炎、我らにとっての道しるべであります。お前は我らを恐れるか。運を祈る。オッケー、いざ進撃。我らはお前を恐れない。なんだかんだで中国って安泰だよな。はいはい、で次は静かだな。どこ行くか。次は長々と生きてみるか。次は友でも求めてみるか。死神殿らが倒れたか。次なる蜂はこの俺か。あの方に会いたいのだ。この俺かっつってもこのまま進め。はい、ヤッホーマッツン。静かだ。刑の目を貫くのは私の役目ではない。国を扱いず去った男の言語、何の力もない。貴様は我を下だ。それだけは覆えない。今は天下など得ずともよい。300年、後のように毛利家は生き返る。鬼筆石日あり、水俣日あり。無垢な配慮は過ちだ。なぜそれに気づかない。よいしょ。五族の共にちょうど600人日蔵ある。刑にはいつか贈り物を捧げるとしよう。今回は生かしてやろう、お前らの頑張り。あ、たれよ、これ式の傷どうとでもなる。手駒の血でサムネのために、サムネのためにちょっと撮ってます。我が一手にて追い詰めるのみ。
い。あくまでサムネのため。飛ばしてもいいんですけどね。マジでね、天下統一はね、サムネポイントがわからん。2レベか。まあまあまあ。めっちゃ小判もらった。いい。はい。あ、最上と小早川が残ったか。新たな合戦が勃発。3カ所ぐらい出た。黒缶でしょ。で、ソークね。で、ね、欧州でしょ。欧州缶。うわあ、すごい出たな。まあ、せっかくなら久しぶりにこれ行こうか。ということでちょっと一旦ここで止めます。ではご視聴ありがとうございました。